はい、こんばんは、つぐきです。今回は、はい、ノロウイルス入りのゲロですね。はい、見てください。見えるかな、ちょっとごめんなさいねはい、これですね。はい、これノロウイルス入りのゲロを食べようかなと思ってるんですね。はい、まあある方が吐いてしまってですね、はいその吐いたものを保存したんですね。はい、まあそのある人はなんと病院に行ったら胃腸炎だったみたいなんですねしかもノロウイルスに感染していてですね、はい、まあそれでこの吐いた人のはい、ゲロを食べますね。はい、もう僕感染しますね。はい、じゃあいただきますね。あ、これなんか鰹節の味がしますね。鰹節食べたんじゃないかな、あの人うん、鰹節みたいな味がします。ゲロ鰹節の味のゲロって確かに、ね、なんかね、あのゲロ独特なあの苦さの味はしますけどすると同時に鰹節の味がします。うん、美味しいですね美味しいっていうのはちょっと違いますけどね何やってんだ俺は。大変ですね、もう僕もうこれ食べた直後もうぶっ倒れると思いますね。もうね、高熱もうすると思いますね。心配かけて本当にすいませんね。うんゲロ食べますね。まあまあうん、まあ美味しいっていうよりまあゲロの味ですねゲロの味っていうか、まあ、ゲロの味もそうなんですけど、鰹節の味がそれと同時になんですね。はい、まあ、ちょっとこれお茶いただきましたね。これおしっこではないですからね、ちなみにこれ本物のお茶ですからねはい、これ多いお茶ですからね多いお茶のお茶ですからね。まあ、てなわけで今回はノロウイルス入りのゲロを食べてみたっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。